はい、OK です。はい、お願いします。それではチームのお名前と監督のお名前を教えてください。はい、文京区の大塚オールスターズの監督の飯星隆一と申します。よろしくお願いします。チーム創設はいつですか？はい、10年前になります。練習日時はどうなっておりますか？はい、日曜土日ですね。ほとんど土日になります。主な活動場所はどちらですか？はい、土曜日はですね、江戸川の河川敷、日曜日は文京区の文京第一中学の校庭でやっております。去年の主な成績を教えてください。はい、去年もですね、全日本に出させていただいて、全日本では1回戦で負けておりますので、そんな感じでございます。文京区の大会は全部優勝しました。チームの考え方を教えてください。はい、野球っていうよりも、人間性を重んじて、礼節だったりとか、あとは返事だったりとか、そういうことで将来的に必要なものを重んじてやっております。入部するにあたり、費用はおいくらぐらいかかりますか？はい、月々5,000円になります。夏合宿などは？はい、夏と冬に2泊3日の、合宿をやってます。そちらの費用などは？はい、大体ですね、2泊3日で、2万5,000円前後になっています。今現在選手は何名ぐらいいらっしゃいますか？1年から3年までで47名になります。練習や試合で、ご父兄のお手伝いは必要になりますか？必要ありません。うちは選手に全てやらせます。はい、入部するにあたりまして、体験参加などは可能でしょうか？はい、大塚オールスターズのホームページを見ていただいたら分かるんですが、うちはいつでも、大会前日だろうが何でしょうが、体験はいつでも可能です。最後に、監督さんから、入団希望の選手あるいはご父兄の方へメッセージなどございましたらお願いします。野球の大好きな方だったらどなたでも受け入れています。野球の上手な子じゃなくて、本当にやる気のある子、野球の大好きな子、野球の大好きなご家族をお待ちしています。以上でございます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。あとすいません。